杉本清杉本清杉本清1937年2月19日台は奈良県大和高田市出身のフリーアナウンサー、競馬ジャーナリスト、元関西テレビアナウンサーで、現在はアライバル所属、関西放送記者クラブ会有、血液型は B 型。少年時代の夢はプロ野球選手であった。 奈良県立高田高等学校在学中は野球部に所属していたが猛特訓を受けた反動でスポーツ性の人機能障害を患ってしまいこのことがきっかけで運動制限がかかってしまい野球を断念するこの頃からラジオのナイター中継を聞いているうちにプレーをしている選手よりも実況しているアナウンサーに興味が移った高校卒業後は 関西学院大学法学部へ進学し、在学中の1960年に知人のつてを頼って関西テレビにアルバイトとして入社。大道具担当編成担当を経て、1961年に松本徹賞の勧めでアナウンサー試験を受験し、見事合格して正社員に登用される。同年冬に研修で松本に連れられて行った阪神競馬場では剣を的中させ、 競馬の魅力に取りつかれる。1962年の大賀唱中継でパドック担当のアナウンサーとなり、同年6月の中央競馬ダイジェストで出張中の松本に代わって毎日杯の実況を担当。まずまずの出来だったこともあり、以降はパドック担当に加え、土曜日のダイジェストの実況を担当することになり、ついでゲートリポートと勝利ジョッキーインタビュー担当も兼ねる。 ようになった。1969年からは、競馬中継がカラー放送化され、番組がレギュラー化、放送時間拡大されることに伴い、正式に松本が司会進行役となり、メイン実況担当の座を譲られた。ただし、実況自体はこれ以前にも現在の GII e 相当の重傷を担当したことがあり、1966年4月17日に、 京都競馬場で行われたスワンステークス優勝バリモス2世が確認できるうちでは最古の杉本の実況である。メイン実況の座を正式に譲られて最初の実況は大賀賞で実況の中で通過時計を入れたのは杉本が最初とされている。実は栗田勝から1600メートルのレースで最初の800メートルを47秒で通過すれば 前の馬は全部潰れると聞いており、この大歌賞がそのペースで展開していたため、ゴール馬で800メートル47秒かかりました。かなり早いペース、大歌賞ペースになっています。追い込み馬が届く展開です。と思わず言ったが、レースは待機策を取った秀子とぶきが一番人気、透明を差し切って優勝し、名手、栗田の予言通りとなった。しかし、レース後に、 関東のアナウンサーから、この実況を、優秀を通じて指摘されている。なお、初期の実況では、未熟さが露呈し、特に長距離レースの実況ではペースがうまくつかめず、最後の直線で声がいっぱいいっぱいになってしまう、場面も多かった。代表例として、エリモジョージが逃げ切り価値を収めた1976年、天皇賞、春が挙げらる。1七十三年の天皇賞、 春では、双眼鏡で、本命馬タイテームを探すうちに見失ってしまい、あやふやな実況を余儀なくされたにもかかわらず、モニター画面ではタイテームをしっかり映していたこと、レースの翌日に、杉本さん、あなた、タイテームを見失っていたでしょう、と、競馬ファンから指摘されたことをきっかけに、双眼鏡を介した実況から、モニター画面を重視した実況に変わってい、 天皇賞の二週間程度前に行われた、大賀賞でも二番人気、奇襲ローレルをクイン・マハールと間違えて実況した。ほんの少しの間であったのと、タイテームと違い、レースに勝利したのが間違えた馬たちと関係ない一番人気、日東千鳥だったこともあり、天皇賞のような指摘は見当たらなかった。1973年の菊花賞の実況では三、角に差し掛かった二番手、 敗成功を栗田勝から聞いていた言葉、ゆっくりと、ゆっくりと、ゆっくりと、下らなければなりませんと放送した。それに対して良い反応があったため坂を意識して実況するようになったという。敗成功には特に思い入れがあったため、1974年秋の京都大賞典では、ミスターサラブレット敗成功、これが関西最後の勇士ですわ。 引退を年末に控えているとは言うものの、現役場を表現するのには異彩を放った放送であった。テンポイントとのつながりは各方面で数多く触れられており、1975年の阪神3歳ステークスの実況の評判を聞きつけたポリドールレコードの関係者、さらばハイセイコーのレコードも担当、杉本に歌を歌ってくれと依頼。 杉本は一応は歌ってレコーディングもしたものの、出来のひどさに結局は不採用となった。このレコードが世に出た頃、テンポイントが初めて関東のレースに出走することになり、ポリドール関係者は東京競馬場のパドックにテンポイント応援の横断幕を貼った。これが現在では各地で一般に見られるパドックケージの横断幕の始まりと言われている。レコード関連では、 1980年に杉本清競馬名勝ブ第一番。から1980年度中央競馬8大レースのすべて問い企画レコードもある。また1997年には杉本清の GI 完全実況97、前期後期のタイトルで CD ビデオを出している。1997年のサツキ賞と日本ダービーを実況したのは、 このレコードのための実況だったグレード A の競馬コーナー用に収録。2000年以後は東京優秀日本ダービースタート前の国家聖書、内氏は演奏のセレモニー医師会を担当している。また、テンポイント東証ボーイクリーングラス、俗に TTG とショースが揃ったレースではこの3頭が上位を独占したが杉本が TTG 揃い踏みのレースを実況したのは 厳密に言えば1976年の菊花賞、だけである。揃い踏みのレースは3度あったが、他の2回のうち1977年の宝塚記念は、鈴木敏夫アナウンサー、当時が実況しており、後日の名実況で、名高い有馬記念は、本来は日経新春杯のアクシデントで実現せずに終わった、テンポイントの海外遠征ドキュメンタリー番組での、 収録が予定されていた実況である。杉本節、実況詩人と呼ばれた杉本ではあったが、松本とは違い三冠場の実況。松本は1964年新山の三冠達成を、実況をする機会にはなかなか恵まれなかった。1970年の二冠場谷のムーティエは、のどなりで、 敗北、1971年の二冠馬光るルと1975年の二冠馬、カブラヤオは故障で出走叶わなかった。これによって周囲から杉本は三冠馬の実況をしたことがないと言われ始めた。ところがその矢先に、1983年ミスター・ Mr. C ・ B、1984年シンボリ・レドルフと二年連続で三冠馬が出現。 一年を置いた1986年には、メジロラモール、その8年後の1994年には、ナリタ・ブライアンと、K4 等の3冠達成の瞬間の実況をする、栄養になった。また、前述の1997年には、通常関わることのない関東のクラシックレースで、サニー・ブライアン2冠達成にいずれも立ち会うことができた。 1990年に専門職正式名は局長待遇ゼネラルエキスパートアナウンサーと呼ばれる中はフリーな立場となった。優秀での杉本の説明によればこの専門職とは好きなことをやっていいということだったんですよ。こういう対談に出るにしても会社を通さなくてよいから自分で判断してやる立場とのこと。また関西テレビ内では杉本の後輩 クワハラ進平ダイラもフリーになる直前の肩書きは専門職だった。関西テレビアナウンサーが専門職まで上り詰めたのは現在に至るまでこの二人のみである。1992年からは年末恒例のサンマ、真の夢競馬がスタート、1995年からはトンネルズのハンマープライスのオークショニアとして出演し、トンネルズと親交を持つようになり、 バラエティにも進出する。また、1995年頃、サンマのなんでも、ダービー、テレビ朝日制作では曲の垣根を超えて出演し、実況を担当した。一方では、1995年の宝塚記念での実況について、苦情の手紙を寄せた視聴者に対し、生涯初めて実況に関する誤りの手紙を出している。このレースで、ライスシャワーが骨折。 転倒した際に、京都競馬場の客席から大きな悲鳴が起こったが、これを歓声と勘違いしてしまった杉本は、大歓声が上がったと、実況してしまう。すぐに落馬に気づき、王と一等落馬。と続けたが、この実況に、ライスシャワーが落馬しているのに、大歓声。とは、何事か特上の手紙が来たのである。同年末の、三馬、真の夢競馬十五にて、 サンマはこのことに触れて、ライスシャワー落馬。大歓声。ってやったらね、そりゃ怒られますわと言っている。杉本は、ライスシャワー落馬の瞬間が始めは分からず、落馬に気づいた時に、何が落馬したのかと双眼鏡で見ようとした際、ゲスト解説を務めていた。だから樹が、ライスシャワー。と言ったので、その時点で落馬したのが、ライスシャワーだったのに気づいたという。ただし、 その手紙には、あなたは、以前より、ライスシャワーに冷たかったとも書かれていたというが、この言葉に対して、杉本は、自分は、競馬が、単なるギャンブルでなく大衆スポーツとして、認められるずっと以前から競馬に携わってきた。そんな私が、ライスシャワーに冷たいはずがないじゃないですか。同じ年の天皇賞の実況でもライスシャワーに、思い入れを込めていた、二着馬、ステージチャンプのエビナ・正義が、 ガッツポーズを見せるほど際どい決着であったが、杉本はゴール後すぐ、やったやった、ライスシャワーです。メジロマックイーンもミホノブルボンも喜んでいることでしょう。と、ライスシャワー勝利を確信した実況をしてるし、愛すべき馬の一頭だったと返答したという。1996年には、大王女を遂げた、新山の追悼イベントの司会も務めた。 1997年2月19日編成局専任局次長職を最後に定年退職。退職前にトンネルズの誘いを受け、彼らの個人事務所であるアライバルへの所属が決定。定年退職の当日はハンマープライスの企画で杉本清新大記念パレードと銘打って大阪市内をオープンカーでパレードを行った。以降は日本テレビスポーツウールグスの 競馬キャスター、関西テレビ、ドリーム競馬のターフコメンテーターを担当。また、数々の競馬イベントの司会も担当し、さらには、CM のナレーションも多く担当している。競馬実況そのものは、定年退職直後は、宝塚記念、天皇賞、春、菊花賞と、その関連のレースに絞り、徐々に担当レースを、かつての部下で、後輩アナウンサーの馬場哲史に譲り、 それ以前から杉本の在寺の実況や品馬戦線を担当していた2000年の菊花賞で実況生活に一旦区切りをつけ大阪国際女子マラソン開催時の京都競馬場での一般特別競争を非重賞と宝塚記念だけ実況していたが2004年を最後に宝塚記念の実況からも引退し以後の実況はどちらも石巻雄介アナウンサーが務めている その後、2007年4月22日に、東京競馬場富士ビュースタンド春工を記念して、開催された第1回ジョッキーマスターズで、久々の実況を行い、2008年11月9日に、アジア競馬会議が23年ぶりに、日本で開催されることを記念して開催された第2回、ジョッキーマスターズでも、実況を行った。また、フジテレビ系列の真夏の一大イベント、 FNS の日の盛り上げにも一役買っている。1993年の第1回平成 GI ダービーが同日初登場かつ初実況。それ以降、1994年の第2回平成 GI ダービー北の大障害を前年に引き続く2年連続実況を担当。それから11年後の2005年には FNS 熱いテレビ局決定戦。 決勝トーナメントで初戦として行われた、準々決勝のサラリーマン同士ボールと準決勝、決勝戦の社長アームレスリング、全7試合の実況を担当した。なお、競馬中継の他にも、関西テレビ制作の三菱ギャラントーナメント、後のダイヤモンドカップゴルフの実況を1996年まで務めていた。最終日が、日本ダービー当日と重なるケースが多く、 プレイオフなどで競技終了時間が遅くなるとダービーの映像をリアルタイムで見ることができないことも多かった。展覧競馬となった2005年10月30日の第132回転脳賞秋のレース前、競馬関係者の一人として上皇秋人から言葉をかけられた。2009年12月27日をもって18年間続いたドリーム競馬が終了するとともに、 杉本自身が解説の大坪元ともども70歳を超えているために中堅若家庭と世代交代となり交番した。2010年以降、競馬中継の第一線から離れることになったが、後継番組、競馬ビートでは番組サイト上のコラム執筆を継続することを明言しているほか、不定期ゲスト出演の可能性についても言及している。そして6月27日、 宝塚記念当日の競馬ビートに出演した。2010年のテレビドラマチャンス NHK の最終回では有馬記念の実況役で出演している。上記以外にも富士テレビのハイビジョン実用化試験放送で放送されていたハイビジョン競馬で地上波とは別に GI の実況、関西、中京地区を行った1993年から2000年まで。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。